何そんなに騒いでるんですか。はい、はい、もうすぐご飯だからね。気が立ってる。はい、もうすぐ来るよ。はい。あ、もう感づいちゃった。はい。はい。やっぱりだんだん後ずさっていく。はいで。ママじゃないとダメですか。さあ、今日はこれからご飯を食べてくつろいだら譲渡会に行く時間がどんどん迫ってきます。うん、トイレ行っといてくれる？アンドちゃん。お願いしますね。お願いしますね。それから、ネットで捕まえるときに暴れないようにお願いしますね。逃げてどっかに隠れないようにお願いしますね。はい、頑張りましょう。よろしくね、あんちゃん。出発の1時間を前を切りました。あんずちゃんは何かを察知してこの奥へですね入っているようです。ついさっきまでこのキャリーにいたので30分前になったら扉を閉めて連れて行こうって話をしていたところなんですが、勘がいいですね。そしたらですね、これで、はい、はいはいはい、現在40分前ぐらいです。これで
出てきてくれないと大きな問題になりますよ。今日はよいしょ、全然出てきませんので、まおいママと協力しながら今やっていますが、ちょっと難しいことになってるようですね。はい、カオリンは面白そうだね。カオリンちゃん、しっぽ太い。うん、カオリン。ほら、アンズちゃん、カオリン遊んでるよ。カオリン、カオリン。カオリンを遊ばせてると、アンズちゃん出てくるんだよね。アンズちゃん、ほら、カオちゃん遊んでるよ。カオリン。はい、入ってくれました。ここの間をですね、ジャン君のキャリーを奥へ押したら、押し出されてくる形で申し訳なかったんですが、ここへ来て自分から逃げて入りました。ということで、このままちょっと置いて出発の時間になったら抜き出してさっと出ることにします。扉が閉まっていることを不安がっているようですが、これにちょっとだけ慣れてもらおうかな。